湯浅選手や福島選手の2軍降格が続々と決まるなど、開幕1軍に向けたメンバーの絞り込みを進めている岡田タイガース。今後の実戦では徐々に主力の調整が優先になってくるため、若手選手がアピールできる機会は減ってきています。そんな中、注目を集めているのが二遊間の序列についてです。意外な序列に対してファンからは入れ替えを熱望する声も出ていますが、今のところ入れ替えを行う気配はありません。今回の動画ではオープン戦での起用から見えてきた二遊間の意外な序列について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、セカンドから見ていきましょう。昨シーズンはショートからコンバートされた中野選手が不動のレギュラーとして君臨し、全試合に出場。フルイニング出場だったため、セカンドを守ったのは中野選手ただ一人でした。最多安打を獲得したバッティング、ゴールデングラブ賞を獲得した守備ともに文句のつけようがなく、岡田監督も中野選手のレギュラーを明言しています。今シーズンも2番セカンドに入るはずで、連覇に欠かせないピースであることは間違いありません。3年連続で結果を残しており、能力面に疑問の余地はありませんが、不安要素といえるのが故障です。昨年は開幕前に行われた WBC に向けて早めの調整を行い、疲労が残ったままシーズンがスタート。その状態でフルイニングに出場し、日本シリーズまで駆け抜けたことを考えると、かなりの負担があったと思います。他のチームよりもオフが短く、どこまでリカバリーできているのかという点が不安で、故障のリスクが高まっているのではないでしょうか。そこで気になるのがセカンドのバックアップですが、ここまでのオープン戦を踏まえると、上田選手と渡辺選手になると見られます。二遊間はダブルプレーや中継プレーなど、連携が求められる場面が多く、オープン戦で全く出ていない選手がいきなり入るとは考えられません。そのため、オープン戦にセカンドで出場している上田選手と渡辺選手がバックアップになるでしょう。ここまでの岡田監督の起用を見る限り、バックアップの1番手になりそうなのが渡辺選手です。上田選手は昨シーズン3打席しか立っておらず、主にダイソーや外野の守備固めとして起用されていたことを考えると、スタメンで使われる可能性はかなり低いはず。そうなればおのずと渡辺選手の名前が上がりますが、ファンからは否定的な声も多く聞かれます。紅白戦やオープン戦で守備のミスをたびたび犯しており、昨シーズンもサードで守備率8割6分4厘と、守備の不安を露呈していた渡辺選手。センターラインの守備を重視する岡田監督が、渡辺選手をセカンドで起用し続けるのはかなり不思議です。守備だけでなく、バッティングでも昨シーズンは打率1割7分7厘と低迷し、今年も実戦4試合で7打数1安打と、状態が良いわけでもありません。こういった状況を踏まえると、守備を重視して上田選手や熊谷選手を使う方が良いのでは、と思いますが、皆さんはいかがでしょうか。ぜひコメント欄で意見を教えてください。続いて、ショートについても見ていきましょう。昨シーズンは小幡選手が開幕ショートの座をつかんだものの、シーズン途中からは木浪選手がポジションを奪い返し、そのままシーズンを完走。ベストナインとゴールデングラブ賞を獲得する飛躍の年となりました。岡田監督はレギュラー白紙を明言していたものの、ここまでの実戦を見る限り、今年も木浪選手中心の起用になりそうです。昨シーズンの数字を比較すると、木浪選手が打率2割6分7厘、OPS6 割5分3厘だったのに対し、小幡選手は2割8分2厘、OPS6 割7分という成績。このように、小幡選手の方が良い成績を残していました。それでも木浪選手を使い続けたのは、守備の面で大きな差があったからでしょう。守備の差は今シーズンも埋まっていない印象で、小幡選手は紅白戦やオープン戦でたびたび守備のミスを犯しています。肩が強く、ダイナミックなプレーがある一方、イージーミスが散見され、岡田監督の信頼を得るまでには至っていないはず。
バッティングではしぶとさを見せていますが、木浪選手もオープン戦打率3割3分3厘と好調をキープしており、今年は木浪選手が開幕スタメンをつかむと予想します。その上で、まだまだ守備に課題は残っているものの、小幡選手が控えているのは非常に心強く、バックアップに不安を残すセカンドとは対照的に、ショート萩浪選手と小幡選手のコンビで1年間戦えるでしょう。今のところ、二遊間の入れ替えは行われていませんが、2軍でアピールしている選手たちも忘れてはいけません。まず名前が挙がってくるのが、高寺選手です。高寺選手は完封負けを喫した16日の中日との練習試合で、チーム4安打のうち3安打を放つ活躍を披露。いずれも左投手からヒットを放ち、盗塁も2つ決めるなど、素晴らしいアピールを見せていました。22日の中日戦ではまたもや左投手からホームランを放つなど、バッティングでかなりのアピールに成功しています。高卒2年目でプロ初ヒットを放った天才的なバッティングが垣間見れており、将来が非常に楽しみです。昨シーズンは2軍でショートとしてチーム最多の83試合に出場したものの、守備率は9割5分と守備の課題を露呈したため、今年はしっかりと守備のレベルアップをしてほしいですね。そしてもう一人非常に楽しみなのが、ドラフト3位ルーキーの山田選手です。18日に行われた社会人チームエナジックとの試合でタイムリーヒットを放つと、25日のハンファ戦では2本のタイムリーを放つ活躍を披露。さらにはいずれも2球以内にスタートを切って2度盗塁を成功させるなど、走塁でもアピールしてみせました。和田監督は、試合になると練習と違った動きを見せてくれる。野球の感性だよね。いいものを持っていると山田選手の野球センスを絶賛しており、将来が非常に楽しみです。すぐに1軍でという選手ではありませんが、高校時代から評価の高かった守備を含め、将来のセンターラインを支える存在になってくれそうです。個人的にはバッティングを重視するとしても、セカンドで渡辺選手を使うのではなく、将来性を加味して高寺選手や遠藤選手を使ってほしいと思います。そうすれば、2軍で山田選手に多くの出場機会を与えることができるというメリットもあり、世代交代がよりスムーズになるはず。将来も見据えて岡田監督がどのような起用をするのか、非常に注目ですね。今後の二遊間の争いからも目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。